聖剣ソードライバーブレイブドラゴン、かつて全てを滅ぼすほどの偉大な力を手にした神獣がいた。毎週日曜更新、同じアングルの再現動画とロケ場所の詳細を紹介するライダーロケ地行ってみた。今回行ってみたのはセーバーの活動拠点、ファンタジック本屋神山と一羽のトーマとメイが初めて不思議な空間に迷い込むところです。今回行ってみた2カ所は茨城県内の近いところにあるので合わせて行きやすいです。関東自動車道友部インターから約10分、笠間工芸の丘はさまざまな陶芸体験のできる自然と芸術が融合した施設です。ここで1話の撮影が行われました。続いてはこのロケ地での同じシーンの再現動画。YouTube続いてはファンタジック本屋神山ロケ地へ移動。
笠間工芸の丘から車で約20分。ここでファンタジック本屋神山の外観の撮影が行われました。実際も本屋ではなくバーバーショップクリッパーズという理髪店です。クリッパーズへは工芸の丘から車で約20分、最寄りのインターは水戸インターからで約10分です。次回は仮面ライダーオーズ6月6日朝9時半公開。 YouTube では仮面ライダーロケ地動画を続々更新中。